こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米海兵隊空母ロナルド・レーガンが3度目の南シナ海での軍事演習を先ほど、日米合印インド南シナ同盟が発足している。日本もまた、南シナ海での軍事演習を繰り返している。各国の対中政策は、今最も切迫している状況。F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能にするため、護衛艦伊豆、物回収が行われる中、加賀の回収も、また計画中である。英国空母クイーンエリザベスが南シナ海へ、派遣サルがまだ先になる。今現在 F-35B 戦闘機を満載して、軍事演習を北海で繰り返し、世界情勢は急速に変化している。では南シナ海でのロナルド・レーガン空母を、詳しく見ていきますね。横須賀を母港としているアメリカ海軍の大型原子力航空母艦。ロナルド・レーガンが2020年10月15日に南シナ海に進出し、同海域において訓練を行っていると報じられた。2020年に入り、すでに過去に2回も同様に南シナ海に進出している。ロナルド・レーガンだが、今回はインド洋方面からマラッカ海峡を経由しての移動であり、対中国に向けた強い意思表示とみられる。これは南シナ海の一部を一方的に領海だと主張し、その方面の海域を他国の軍艦が航行する場合には、事前の許可を得るようにと求めている中国へ、アメリカ側のスタンスを示したものだろう。アメリカ軍は、こうした自国が認めない領海や排他的経済水域に対して、あえて軍艦を進出させる行為を航海の自由作戦と呼称しており、特に近年は対中国となる南シナ海での行動が著しい。特にこの2020年はアメリカと中国との対立が経済戦争から新型インフルエンザの蔓延、そして台湾をめぐってと激しさを増しており、両国の恣意、行為がエスカレートしている状況といえる。ロナルド・レーガンは同じニミッツ級航空母艦の一番艦として、ネームシップでもあるニミッツと共に、今年7月にも南シナ海での軍事演習を実施し、アメリカの空母打撃群の存在を誇示した。これを受けて、中国も周辺海域での軍事演習を翌8月にも複数回実施しており、ことに中国本土から南シナ海に向けて中距離弾道弾の発射を行うなど米中双方の応酬合戦が繰り返されている。この10月にも、9日にアメリカ海軍第7艦隊所属の駆逐艦ジョン・S・マケインが南シナ海を航行する航海の自由作戦を言ったばかりで、もはや恒例行事かと思えるほどの頻度で実施されている。この駆逐艦ジョン・S・マケインは南シナ海で海上自衛隊の護衛艦、加賀、イカズチらと合流し、日米合同での軍事演習を12日に同海域内において実施していることも報じられた。護衛艦、加賀、イカズチは、これに先立つ9日には、
潜水艦。昇竜とともに同じく南シナ海において対潜訓練を言っており、その模様は防衛省海上自衛隊のツイッターにも見ることができる。ここでは自由で開かれたインド太平洋の実現が標榜されており、令和2年度のインド太平洋方面派遣訓練の一環としてその訓練が行われたことを知らせる内容となっている。護衛艦加賀イカズチはこうした演習に止まらず、オーストラリア、スリランカ、インド、インドネシアなどの周辺国海軍艦艇との合同演習も掲げており、国際的な連携強化を伺わせる。さて今回のロナルド・レーガン空母打撃群だが、前述の駆逐艦ジョン・S・マケインに加え、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦アンティータム・アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦ハルゼーで構成されている。ロナルド・レーガンを母艦とするのは第5空母航空団 CVW-5 であり、主力戦闘機 FA-18F ブロック2や早期警戒機 E-2D などの固定翼、旗や MH-60 などのヘリコプターを最大で約90機ほど搭載可能だ。ロナルド・レーガンといえば、2020年4月には横須賀での停泊中に乗組員への新型コロナウイルスの感染が判明し、一時は横須賀基地全体が封鎖される事態もあったが、この余波は未だ残っている。というもの、9月6日には新たに乗組員から新型コロナウイルスの罹患者が発生、即時隔離されたものの、感染経路などは続報がなく、その後の感染拡大については、ひとまず防止には一応は成功したと見える。こうした新型コロナウイルスの発生は、一度航海に出てしまえば限られた。船内に缶詰状態となる艦艇では、特に留意が必要であり、春先には、セオドア・ルーズベルトが行動不能になるなど危機管理の手法が問われた。ことに、ロナルド・レーガンなどの大型の航空母艦には、艦艇の運航に約3200人、航空要員として約2500人もの人員が乗り組んでおり、士官以外は2段、3段ベッドでの寝起きとなるため、蔓延が危惧された。その感染拡大による影響は、セオドア・ルーズベルトが行動不能に陥るほどに大きく、ある種のテロ攻撃よりも航空母艦としての機能を喪失させるのに成功したと評される状況だった。海上自衛隊の艦艇にはロナルド・レーガンほどの乗組員数のものは存在しないとはいえ、閉鎖された人の出入りのない環境は共通であることから、同様の警戒が必要だと痛感させられる。日本からすれば、南シナ海をめぐってのアメリカや周辺国と中国との対立は先鋭化する一方にも見えるが、例えばタイの現政権などむしろ中国への傾斜を強めているとおぼしき国も存在する。果たして日本やアメリカが本来的に脱中国に舵を切れるのか否か。特に日本の日常で
まだまた、日用品から通信機器まで中華製品が幅を聞かせている状況を見るに先行きは危ういと思わざるを得ない。